ここはね今、長崎県硫黄島ですね、やってまいりました、10月上旬、ここはね硫黄島の中でね扇状時期と言われるフィールドポイントですね。今ねちょっと潮が高いんでね、本来、降りれる足場までは、おそらく降りれない、水没している状況なんで、まあ、これからね下げが効いて徐々に足場も変わりつつポイントも変わるといった中でね、フィールドの変化見ながら釣っていきたいと思いますね。今日はねちょっとショアスローメインにね釣っていこうというふうに考えてます。ドキドキするよね、初めてのフィールド、ね、何が出るかな。今朝まずめちょっとね硬化性気体のサーフサー99さんセレクトしています。ジグはねスローブラッドキャーストロングの40から入って、まあ、ちょっと様子見ながらねいろいろローテーションはかけてきますけども、エリア的にはね回遊魚があって根、ね、魚があって、まあ、場合によってこうマダイなんかもこう可能性のあるエリアなんですね。まあ、ちょっとね釣っていきながら絞り込んでいきましょう、ね、早速釣っていきましょうね。挟みますね、よこう、さあじゃあ、早速ね釣っていきますね。ね、本来ね今ここテラス状に、張り出してるところ、そこがね、干潮になればね、乗れてくるという形で、今日ちょっと潮回りね大きい潮なんで確実にこう日中はね、露出してくると思います。それまでね少しちょっとこう後ろの足場高いところで釣りするようなんですけども、少し気配出てるね水面ね、 300m 先ぐらい餌入ってそうですね、この分だと。規模はねそんなに大きくない、畳3枚ぐらいかな。水面こう持ち上げてますね。魚自体はこう今まだ見えてないですけどね、ベイトの気配ありです。でね当たってきましたから、ちょっとねテラスになってるからね強引に投げちゃいますよ。こう張ってる胸がね、見えてないところにも、ね、結構張り出し下りがあります。何かな、朝一番ショーかな、やってきましたね。よしよし、はい、ね、ここ硫黄島朝一番、当たってきてくれたのはねショーでしたね。おね、いいファイトしてくれます、ね、硬化性液体の、ね、サーフスター993から今入ってね 40g スローブラッドキャスト、これロングです、ロングの 40g の、ね、ゼブラグロー、ね、一度ボトムまで、ね、落として、そこから、ね、2m ぐらいですねボトムから上げてきたところ、フッとホールかかったところで、ね、クッと当たってくれました。嬉しい、ありがとうね。
Oh, that's really healthy. ね、うわ気持ちいいな、伊予島のね今朝まずめね、これから、今潮入れ変わって日中の展開も期待しちゃいますね、ついねこれだとね。さあね、まあこれでまた、完全に太陽が出てくるとパターンがね変わる可能性ありますね。いろいろちょっと、手を変えながら、いろんな魚に迫ってみたいと思います。朝一番ね正午から、始まりました ね、 ねちょっとね、潮引いた時に足場になるところの、テラス状の張り出し生え根、その先にねもう一つね霜りが結構厳しく入ってます、そこだけちょっとねファイトの時注意ですね。これまあおそらく足場が出てきた状況でも一緒でしょう、まあ、多少ちょっと強引なやり取りが必要になりますけどね。今もねフォールの時にねクッと結構ね鋭く当たりが出ましたね。時間的にはね今まずめなんでね、根魚、まあ、ハタの類の中でもね、結構、まあ、サイズこそ大きくなくてもこうアラであったりとか、そうですね、まあ、オウモそういうちょっとねこうベイトにつきやすい魚はねこの時間帯割と積極的にレンジ上げてきますんでね。今使っているねスロットキャストのロング 40g なんですけどもね、ワイドスリムオーバル等に比べるとね、ワンサイズね大きい服、装着してます。標準でもね、10つけてます。でこれね昭和せようと思うと20ぐらいまではね普通にこう背負えますんで、割とねこう強引にファイトしたいな、もしくはね対大型魚行ったところの安心感はね一つアドバンテージが取れるんですね。ロングの60入れます。スローブラキャストロング、ワイドスリムオーバル、ね、加わるロングなんですけども、4種類ある中ではねロッド反応ロッドワークに対する反応が一番大きくてねアクションの幅が一番大きいです、ね、滑走していく距離スライド幅、これを生かしてね大きめのアクションで見せて、かつねフォールスピードはねオーバルに次いで2番目にゆっくりなフォール、そのね落差で食わせようという形、60g 入れますね。水面跳ねたのが何でしょうね、そんなに大きくないですけどね。サゴシかな、ここもサゴシ入るかな、跳ね方自体はそんな気配、ちょっと上もやってみましょう。 40、50センチという感じの魚でしたね。
よし、競争、少し跳ねたんですね、今ね、そこからね。スブラキャストロングの60で。あ、勝負ですかね。少しサイズアップしましたね少し水面にねパッパッと単発なんですけどね、魚の羽が出たんですね。強い ね、まあ、今マズメのね多少こう活性の上がる時間帯ね、ショーもねだいぶレンジ今上げましたね。実はね長崎県、自身ね来るの2回目なんですね。で以前はね野母崎の方にね、ショアスロータックル持ち込んで、ね、釣りをしていました。でその時はね夕間詰めからのナイトゲームという形で釣りをしてたんですけども、蒲島の周辺で、こちらね、タチウオ、それからね、キジハタ、ね、あとはね、アジなどもね、このように姿を現してくれましたね。でそういう意味ではね、長崎市街から非常に近い場所に、まあ、硫黄島、それから野母崎、ね、蒲島と、いろいろ魅力的なフィールドが点在してますよね。ショアスロータックル一つで、ね、釣り歩いていくと、こういった時間帯も、また違うターゲットを狙うことができますね。まだね薄暗いですけどね、朝まじめの硫黄島です。ちょっとねこの暗さでね今ね何が出るかなと、近隣のね、野母崎周辺ではね、昨年ちょうどこの時期ぐらいねタチウオはね、反応をもらってます、ね、そういう意味ではねちょっとどんな魚が出るかなという形で、探っていこうと思います。一瞬だけでもこの地合いで周りもありそうなんだけどね。よいしょ、うわ、いい当たりだった。ボトムです。いい当たりだったらもう一回やろう。あそこベイトっけあるね。
2個かかってた。今日のね朝一発目、ショートね、いいですね。スローラキャストロング、40ね、ゼブラグロもう一発です今ね、ちょっと際でね外れちゃったんですけどね、リアフックにももう一匹かかってましたね、同じサイズ。うん、いいパイですね。よいしょ、ありがとうね。よし、オッケー、バッチリ。いやいいです ね、長崎県洋、島、ね、今真詰め、結構ねじゃれつく当たりはもしくはね、反応はねポポッともらってたんですね。でやはりねエリアとしてはね一瞬ねちょっとベイトッケが浮いたようなエリア、ね、あ、まだまだこれからちょっと釣り込んでいきましょう。前でした。よし、一発。今ね水面ちょっとね変化出たところでしたね。勝負ですね。今ね水面パパパッとね、騒いでましたね、競争でねふっとねこう、アクションさせて落とした瞬間、いいバイト出ました ね、強いですよねやっぱりね。スローラキャストローク40。救急さん反応が少しあれかな、鈍くなってきたかな、活性が若干落ちてきたかもわかんないですね。さあ持ち替えましょう。救急2ですね。93から99に持ち替えます。ちょっとね落とし方も変えようね。4種類スリム、ワイド、オーバル、ロング、4種類ある中のねコールスピードはね下から2番目のロング使ってました。ちょっとね、逆に一番速いワイドを入れてみましょう。時折ね水面ザワザッとはするんですね。魚は確実に入ってますね、いかに口使わしていくか。ワイドの40に99に、カラーはね当たり燃えてちょっとゼブラグローから入ります。ただちょっと光量がだいぶ上がってきてますね、反応がなければチェンジしていく。やってみましょう。水面直下ダツもねチラチラいますよね。で彼らがねしょっぱい出してくると、まあ、なかなか乗りにくい魚なんですけどね、当たりだけは当然出ます。でそうするとねジグにね多少なりともこう傷がつくんでね、まあ、そうなると、まあ、ダツかなっていうのはあります、まあ、ただね、サゴシであったり、まあ、場合によってハガツオと、いった可能性があればね、まあ、同じ傷つくでもね今度集中して釣ってくる。今ねチラチラ見えてるのがあれ脱水面にいますけどね。
少し水面ベイトが逃げたりするんだよね。表層行きますね。仕方表層でしたね。仕方変えてね、ワイドの40で竿もね今ねちょっと活性が落ちてきたかなっていうところでね992にね持ち替えました。日がね高くなってきたタイミング、救急さんだとね、反応が少しもらいにくくなってきた、そんなタイミング今ね、サーツさん992に持ち替えてね竿のパワーを落とす、少しね、ルアーのアクションをソフトにしてあげて、なんかちょっと今落とし方変えてあげるんでね、ロングから、ワイド変えたところで表層反応してくれました。はい、そういうわけでね、今回はね2日間にわたって、ここ長崎県はね硫黄島でのね昭和スローゲーム、楽しんでいきました。満喫しましたね。主にね、朝まずめから入ってね、結構日の高くなる日中までという形でゲームを展開したんですけども、メインターゲットね、今回はね初歩でしたね。結構ね朝一いいサイズ、混じりつつ日中ね若干、可愛いサイズになりつつも、反応させるという形でね、結構ね、小ぶりでもねあのファイトですからね、非常に楽しい釣り、することができましたね。やはりね竿の持ち替え、救急さんから救急にへと、いった形もしくはね、ジグを入れ替えていくことでね、今まで反応がこう途切れ途切れになってきたところでまた新しい反応を引き出すと、いったような形でねゲームを組み立てていくというね昭和スローならではの魅力、満喫しましたね。ぜひね皆さんもね昭和スローでね、ゲーム楽しんでみてください。お最高に面白かったですね。